3月19日、青葉区にある小庭多摩プラザで小庭マルシェが開催されました。このマルシェは地域住民の交流と情報交換の場になればと月1回行われています。この小庭マルシェは一般社団法人ドレッセワイズ多摩プラザエリアマネジメントというエリマネ団体の方が主催をしております。ただ物を売るという場ではなくてですね、多摩プラザにゆかりのある方たちに出店をしていただいてまして、そういった方たちとそれから来場なさる皆さんとつながりを作る場として、そういう温かい場になってきてるなと思っています。ハンドメイドのクラフト作品や無農薬野菜など多摩プラザにゆかりのある人たちがブース出店を行います。中には団地の住民同士で出店しているブースもありました。団地のドーナツ公園でラジオ体操をしているんですけれども、その時に集まっている方々がとても手仕事の上手な方がたくさんいたので、お披露目する機会を作りたいねって言って話していたんですが、こういう形で出店させてもらうことになりました。ただ単に物を売るのではなくて、取り組みを通して分かち合い助け合いができる場になって、とても嬉しく思っています。出店者の方だけではなくて、ボランティアでテントの設営とか撤収を手伝っていただく方たちもいっぱいいてくださいますので、そういった皆さんたちと一緒に少しずつ大きなものにしていければいいなというふうに考えています。小庭マルシェ、次回は4月16日に開催予定です。